トーマス・スティーブン・ゴーゼ・ラ・ニーは、アメリカ合衆国、イリノイ州国軍、エバー・クリーンパーク出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB ニューヨークメッツ参加に所属。2000年の MLB ドラフト38巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名を受けるが、入団せずに、カンザス大学へ進学した。トリトン・カレッジ在学時の2003年、MLB ドラフト2巡目で、 ピッツバーグパイレーツから指名され、77万5千ドルの契約金で入団。2005年9月20日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。メジャー3年目の2007年には32試合に先発して14勝6敗、防御率3.88を記録したが、翌年は防御率6点台と不振に陥り、その後も目立った成績は残せなかった。 2009年7月30日にケビン・ハート、ホセ・アスカニをジョシュ・ハリソンの計3選手とのトレードでジョン・グラボーと共にシカゴ・カブスへ移籍した。2010年はカルロス・ザンブラーノの代役で先発を任されることが多かった。オフに若ブスがマットガーザを獲得したことでトレード要因になった。2011年1月19日に若手3選手との交換で ワシントン・ナショナルズへ移籍した。移籍1年目は5月に肘を痛めて故障者リストに入り、後半戦はブルペンに回された。2012年は主にロングリリーフとして起用され、防御率に天台と結果を出した。しかし、リリーフとしては割高な年俸がネックとなり、シーズン終了後にノンテンダー FA となった。2012年12月21日に、 ミルウォーキーブルワーズと総額570万ドルの2年契約を結んだ。2013年は43試合に登板し、3勝6敗、防御率3.90だった。9月3日にから左肩の故障で離脱し、オフの12月7日に左肩の手術を行った。2014年3月30日に前年の手術の影響で15日間の故障者リスト入りし、 6月14日に復帰。この年は23試合に登板し、0勝0敗、防御率0.86だった。オフの10月30日に FA となった。2015年1月6日にデトロイトタイガースと100万ドルの1年契約を結んだ。30試合に登板して、防御率6点台と不審で、7月3日に DF となった。8日に、AA、a 級。 トレド・マッド・ヘンズに移動した。その後、8月9日に昇格し、再びメジャー契約を結んだ。最終的には、自己最多の48試合に登板し、通算300試合登板を達成したが、復帰後もそれほど調子が上がることなく、防御率5.95でシーズンを終えた。オフの11月2日に、FA となった。2015年12月21日に、 クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は開幕から参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズでプレー6月1日にマーロンバードの出場停止に伴って40人枠が空いたためメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月4日に ディーフとなった後、8日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級コロンバスへ配属されたが、翌9日に FA となった。2016年7月24日に、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。3カのトリプル A 級ノーフォークタイズで7試合に、登板したが、8月13日に自由契約となった。2017年2月15日に、 ニューヨークメッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。